はい、じゃあ今回第3回目ということで、はい、まあ今までのね、経験というか、経歴を聞いてきて、で、実際に、まあ研修時代いろいろあったけれども、オーナーになったというところで、はい、まあそこから多分いろいろまた人生変わってきたと思うんだけれども、会社名が株式会社ネイチャー。ネイチャー。それはなんかどういう思いというかどういう意味があってネイチャーにしたの？本当に深い意味があんまりなくて、ないんだ、うん、でもまた LGBT の話戻るんですけど、はいはいはい、ツイッターで、うん、その時ははっきり自分が男だって言えなかったんで、うん、男装として画像を載せてたんですよ、うん、でその時に、うん、あの男装として同じ画像を載せてた有名な子がいて、うん、2人でなんかグループ組もうみたいな、はいはいはい、感じになって、うん、じゃ あの自分らこれって別に男装とかじゃなくて自然体だからネイチャーでいいんじゃないって相方が言ってくれて、うん、そこからなんかグループ活動で、うん、あのツイキャスとかあの動画配信とかあったんですけど、いろいろ発信したりとかして、うん、それどれぐらい前の話、高校生とか大学生、あ、そんな前からそれをやってたんだ、そうです、へ、発信してて、で割とその界隈では、うん、結構知ってくれてる人たちを、そうなんだ、それでネイチャーをそのまま、うん、あの会社建てようって言ったんですけど、相方はもう断念して、うん、で、あ、そういえばネイチャー建てるって言ってたなって思い出して、ああ、うん、いいじゃんいいじゃん、すげえしようと思って、うんうん、ふわっとネイチャーって、じゃあふわっとネイチャーって言っちゃうと、うん、ハートネイチャーっぽくなっちゃう、ふわっと言い方がちょっとなるほど、うん、でもすごいいいストーリーあるじゃん、はい、うん、それはその時一緒にやってたそのことはには伝えたの？は伝えましたね、兄ちゃん独立したよみたいな、うん、でその独立した後もあって、うん、でおすごいじゃんって言ってくれる、うん、あ、そうなんだ、じゃあもうやっぱりツイッターとかそういうのでもう高校の時から情報をこう、そうですね、うん、主にもう自分の格好をただ載せてるだけだったんですけど、はいはいはい、多分そういう子たちからすると、うん、あ、こういう全国でこういう人たちもいるんだ、なるほどね、だから、うん、誕生日とかに20個ぐらい誕生日プレゼントが届いたりとかして、うん、あ、そうなんだ、会いに来てくれたりとかも実際にしてて、うんうん、へえ、いや、ケイ君に聞いて、うん、なんかツイッターとかのプロフィール欄にあの、うん、レインボーのマークがついてたら LGBT の人だよって教えてもらって、そうやって見るとあ、いるんだなっていうのは僕も意味わかんなくてただのマークだと思ってたら、レインボーのマークついてたら LGBT です、ね、なるほどね。ちなみに LGBT のことで聞いてていい、はい、なんかいろんな種類というかがあるでしょ、女の人が男の人もあれば男の人が女の人もあるし、女の人が好きな人もあれば男装してる人のあれが好きな人もあればみたいな、なんかめっちゃ種類あるみたいな、めっちゃ種類あります。自分はガッツリもう本当に性別が逆なんで、うん、手術も全部したい、うんうんうん、胸も取りたいし、うん、多分子宮を取ったらあの戸籍変えれるんですよ、あ、性機能がなくなるから、なるほどなるほどなるほど、という人もいれば、うんうん、心男なんだけど手術まではいかない人とかもいるとか、ボーイッシュなだけで、うん、あの自分は女として、うん、彼女もいてっていう人もいれば、うん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 、なんか結構こう種類あるんですよ、ね、なるほど、うん、なるほど、じゃあまあそういったところでじゃあやってた仲間のあれをつけてっていうので独立して、 でそっからじゃあどう変わってたの？なんかそういう人たちに、うん、なんか自分でもできるんだっていう勇気を持ってもらったというか、うん、今まではなんか、うん、LGBT が認められないから LGBT が認められる社会をみたいな感じだったんですけど、うん、自分どっちかっていうと、うん、なんか LGBT 同行よりも普通に共存できる、うん、まあ、分け隔てなくあのできる環境を、うん、あのがいいなと思ってたんですけど、うん、社長になったらいや自分が作れるからそんなんあまり求める、うんうん、まあ、関係ないよね、世の中がどうとか、うん、それでそういうのもできるようになって、あと自分が結構こういう感じでオープンにしてるんです、うん、で、あの昔隠してたけどっていう人も結構入ってきてくれるんです。あ、なるほどなるほどね。で、あの社長がもうこんなんだから、うん、気もあの使わずに違う LGBT じゃない人も LGBT の人に対して話せたりとかもするんで、結構そういう人間関係とか、うん、なんかこう住みやすいとか働きやすい環境っていうのは今割と作れてるかなと。あ、なるほど、確かにそれはすごいよね。だってこう、ね、隠さなきゃいけない内緒に
にしなきゃってこう言えない人ってずっとこうだけど、うん、言って OK でもね、ケイ君もオープンだったら、あ、じゃあもう自分らしくっていう風になっていけられるってことだもんね。そうです。じゃあ実際社長になって、うん、まあ多分ライフスタイルも、うん、まあ収入も含めていろいろ変わったと思うんだけど、その辺はどうなの？実際社長になってみて1年ちょい経ってみて。1年ちょい経ってみて結構変わって、なんか割と周りに社長さんが多いじゃないですか、うん、周りがね、うん、なんであんまり分かんないんですけど、自分がどれぐらい稼いでるっていうの。でも地元に帰った時に過剰書きしてみると、うん、25歳、うん、年収1000万、うん、こんだけ時間があってってなると、お前すごいねって言われるんですよ。うん、そうだろうな。そこで初めて、うん、あれ、うん、なんか友達から初めてリスペクトされたって、うん、あんだけ自由に遊び回ってて、うん、お前どうすんのやばいじゃんみたいな、うん、友達からも言われてたのに、お金の面ももちろんなんですけど、うん、地元からのヒーロー感が、ヒーロー感、やっぱり、でもうすごい称えられますね。へ、なるほど。地元帰ると、なるほど。なんならだって地元の友達がケイ君の会社に今何人か来てるもんね。そうです友達の妹とか、うんうん、宮崎から東京に、そうです、それはすごい、うん、するんで、うんうんうん、マックス月いくら稼いだ、月収でいうと、利益で200ちょい、25歳、いや、そうですよね。うん、ちなみに 何に使うの？結構、ね、うん、旅行好きなんで、あ、いろんなところ行ったりとか、うんうん、この前宮崎の友達が、うん、同級生が来たんですね、うん、結婚式で、うんうん、あ、東京に、はい、うん、エルメスに普通に入ったら、うんうん、エルメス入れるのって言われて、あ、まあ、入るぐらいで、ね、でも入るのも勇気いるんですよ。あ、なるほどね。靴に15万もかけたことなかったんで、うん、エルメスの靴、いい靴だけはいい靴買おうと思って、うん、買ったらもうめちゃくちゃこうすげえすげえって言われて、はい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 、普通に入ることすらもできなかったな、あ、そういえば、うん、っていう感じですね。まあ、確かにね、確かに、うんうん、その宮崎から出てきた友達に買ってあげたとかじゃなくて、あ、もう買わない自分の買わない友達、自分の買わないただ付き合っただけ友達、はい、友達にはジョジョ園もう怒ってあげました。すげえ喜んでくれて、あ、そうなんだ、じゃあよかったけど、ジョジョ園で喜んでくれたらよかったけど、うん、あとは親孝行したりとかそういうのもやってんの？そうですね、お兄ちゃんが、うん、姪っ子が生まれたんですよ。へえ、自分がお年玉をあげれるっていう立場、うんうん、でもうちってそんなにお金持ちなところじゃなかったんで、うん、お年玉もらえて1000円だったんですよ、うんうん、1000円しかもらえなかったんですけど、うん、1万円あげれたりとか、うん、であとは他にベビー服とか買ってあげたりとか、はいはい、お兄ちゃんのところからはすげえ喜ばれます、ね、お兄ちゃんとは仲いいんだ、ずっと。そうですね、うん、そう、何個違い？2つですね。あ、結構近いね。近いです、うん、2つ上で、うん、妹もいるんで、うん、ああ、3人兄弟の真ん中なんだ。真ん中です。へえ。ちなみにお兄ちゃんの名前は何ていうの？まさたかです。普通だな。まさたか、まい、まおですね。おお、うん、なるほど。え、そもそもなんで K になったの？あ、確かに K は、うん、お母さんがまいか K かでこうもう決めてたんですよ。あ、男の子が生まれたら K。 いや、違います。え、あ、もう女の子って分かってたんで、うん、前か経過にしてて、へー、で、占い師に掲示したらしいんですけど、うん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 、そしたら、この子は絶対に前がいいですって言われたらしくて、間違えてたっていう占い師、最終的には自分から経になっちゃった。なるほどね。え、そのエピソードお母さんから聞いたんだ。そうです、うん、で、経にしようと思ったんだけど、うん、前、俺、占い師が前がいいって言うから前にしたんだよね、うん、感じ言われて、うん、いや、自分経がいいから経に変えるねって、あ、へっていう感じですかね。なるほど、そっかそっか。さあ、まあでも本当まだ今26歳だもんね。26ですね。うん、会社も順調。そうですね、結構順調だと思いますね。うん、まあまあどこ目指してるかによるけどね、はい、うん、でも会社建てた当初よりかは多分2倍にはなってるんで、うん、まあまあね、あ、売り上げも2倍も考えたらね、うん、順調だけどね、はい、でももっと行きたいなっていう、まあね、頑張んないとね、はい、確かに。了解です、分かりました、うん、じゃあ、次回、動画で、最終回ですけれども、うん、まあ、そうやってね活躍してきたケイ君が、まあ、今後ちょっとどういう、はい、と考えてるかとかビジョン思いなんかもちょっと聞かせてもらえたらいいかなと思うので、うん、はい、楽しみにしていただければと思います。
キャリカレチャンネル良かった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるために、いろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。